然そんなこと言われたって小坊主がわしらはどうしたらいいんです。しかし我らは人であってバルマーの駒でも道具でもありません。今バルマーは復活しようとしつつあります。しかしバルマーの求めるものは人ではなく意志のない手駒、人形に過ぎないのです。我らが恥じて隠してきたことは誤解を生み出しただけで、何の夢も未来ももたらしはしませんでした。これからはそんな過去に振り回されることなく、新しい誇りを見つけ出し、それに向かって生きていきましょう。我らの先祖が犯した過ちを忘れないためにも、今再び国旗を掲げます。我らはこの国旗を胸に新たなる道を探したそうではありませんか。かっこいいもんだ。負けてらんないよな。にしてもエレナ、こんなことしてていいのかよ。お前はグラナスの神官だろ。いいのよ。これはしなくちゃいけないことだと思う。これまで闇を怖がるだけで私は何も知ろうとしてなかった。だから世界の姿を、ありのままの事実を受け止めなきゃいけないの。Thank you.